本当にそう思いますね。ちょっと何気なしにこれ面白そうだなと思って見た番組とかが、普段ドキュメンタリー番組とか見ないんですけど、この前ちょっと見てとかすっごい面白くて。面白いですよね。そう、なんか普段見ないけど、なんかガッてハマっちゃって、はい、なんかたまにはやっぱこういうのもいいなって思って。ありますよね。そう、新しい出会いっていうんですか。あとはまあそれでいくとなんですけど、まあ、二次三次でも、今こうして、まあ、皆さんやっぱり人数が増えると追い切れないという方も、当然いらっしゃると思うんですけど、この二次三次内で、例えば今も、同時に、まあ、配信されている方、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけど、そうやってこうなってくると、そのザッピングが二次三次内でできると。テレビのザッピングってあったじゃないですか、要は。チャンネルこう回していって。はい。それが2時3時内でできるってすごいなと最近私思いまして。いやー、そうですね、確かに。はい、今、こう、おそらく、まあ、二窓というか、まあ、されてらっしゃったりとかしてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった中で、そうですね、まあ、新たなものに触れてるっていうのも、これは一つの体験だと思いますので、やっぱそういう時間、がそういう体験が二次三次内でできてるっていうのも僕はすごいなと、まあ、最近思っておりますね。やっぱり二次三次の中でもやっぱそのテレビと一緒、テレビと一緒で、配信内容が全然違いますよね、番組の内容と一緒で。そうですね、はい、そうでそれでちょっとなんか新人の子デビューしたんだこれ見てみようと思ってなんかそれでバンと新しいものが入ってきたりとかすることもあるったりとかありますよね。ねえ、そういう偶然の出会いっていうんですかね、やっぱ出会いってマジで偶然で、そうなんです、そうなんです。でも偶然なんですけど、それを受け入れるかどうかって結局本人の意思次第なので、その偶然があった時に素直にちょっとちょっとだるいかもしれないけど、受け入れる、とりあえず見てみようかっていう、なんか、そうですね。アニメとりあえず3話見てみるっていう精神と若干似てる気がして、すごいわかりますね。まず1回3話で見てみるとか、そういや、ありですよね、本当に。そう、なんか、まあ、誰にも分かるけど、とりあえず3話で見てみないと分かんないからっつって、それでなんか、あ神アニメに出会えたみたいな、そういうのあるんで。